メアリー・ウルストンクラフトメアリー・ウルストンクラフトは、イギリスの社会思想家で、作家、フェミニズムの先駆者である。主張、女性の権利の擁護を代表として、複数の啓蒙的な著作で、男女の同権、教育の機会均等等を提唱し、女性なる存在のありようについて考察した。娘に、小説、フランケンシュタインで有名になったメアリー・シェリーがいる。 フランス革命に対し否定評価を与えたエドマンドバークに対し、メアリは反論を書くが、それは多くの人を魅了した。メアリはさらに多くの論説を記し、当時、人間の権利、中、男性の権利の意味を英語では含むについての多くの議論がなされていた。随筆家、ホレーズ・ウォルポールは彼女をペティコートを履いたハイエナと呼ぶなど批判した。 メアリウルストンクラフトは、スイス生まれで、イギリスで活躍中のローマン主義の画家ヘンリー・フューズリに、恋をするが、最大者であるフューズリへの思いを断ち切るためと、目下進行中のフランス革命の様子を観察するために、単身イギリスを去り、フランスの首都パリへ渡る。二人の間に、娘が生まれ、ファニーと名付ける。イムレイは、スウェーデンとノルウェーでの事業の代理者を求め、 内縁の妻であるメアリがその役割を引き受けてパリを立つ。北欧でメアリが受け取ったイムレイの手紙はひどく冷淡なものであり、イムレイに見捨てられたことを悟る。メアリウルストンクラフトの思想は彼女が受け入れられ、あるいは友人として、また先達として彼女が交際した多くの知識人や進歩的思想家たちの影響にあったとも言える。 プライス博士との友情を通じて彼女が知り合った人々には、ジョーゼフ・プリイスと、トマス・ペイン、ロマン派主人であり、フランス革命の賛美者でもあったウィリアム・ワーズワース、サミュエル・テイラー・コールリッチ、ウィリアム・ブレイク、そして後に彼女が結婚することとなる、ウィリアム・ホドウィン等がいた。メアリの思想は、フランス革命を契機として表されたエドマンド・バークの文書に対する批判として、 形を取った。彼女は人間の権利の擁護を表し、機械の均等に基礎を置く社会のビジョンを提示した。彼女が描いた社会では、悪兵に満ちた上層階級の特権は否定され、個人の才能こそが成功の必須条件であるとされた。名優トマス・ペインもメアリに遅れること数ヶ月、同様の主張のもと著作を発表した。とはいえ、二人は、 英国社会の秩序を貧乱するものとして批判され、否定された。しかしメアリはこれにとどまらず、かつて語られたことのない主題である、女性の権利に関する論説の執筆に全力を尽くす、ことを決意した。女性の権利の用語1792年こうして、1792年に、女性の権利の用語が完成するが、それは、部分的には、エミールにおいて、 少女に対する教育は、少年のそれとは別であり、少女を従属的で従順なものへと順地する教育が望ましいとしたジャンジャックルソーに対する反論でもあった。彼女は人間の権利で論じた機械の平等が無条件で女性に対しても適用されることを主張した。この著書で女性は生まれながらにして男性に劣っているわけではない。教育の欠如が両性の格差を生んでいる。 男女は共に理性的存在として扱われるべきと男女平等を世に宣言するという先駆的な業績を残した。メアリウルストンクラフトはユダヤ・キリスト教的文化伝統における独立道徳主体を持たない女性、従順に夫に依存する女性の像に疑問を投げかけた。彼女は人間における不可譲るの権利が当然ながら 女性に対しても与えられるべきであることを主張し、男性による社会的、政治的な女性価値判断における二重基準を断罪した。メアリウルストンクラフトはその著書で述べる。私は自らの固く信じてやまないところを述べる。すなわち女性の教育と礼儀を主題として扱った著作形ルソーからグレゴリー博士に至るまでのすべての人々が女性なる存在を 彼女ら自身は本来ある姿よりも人工的で脆弱な性格を持つ存在であるとみなし、このような間違った女性像のさらなるルフに加担し、結果的に女性なる存在は社会の成員として無価値に等しいという語謬を広めたのだと宣言する。彼女はすべての人は男性、女性、子供に関係せず独立精神に対する権利を持つことを 大胆に宣言した。女性が妥当な教育を受け、男性と同等な立場で労働する社会を描写した。男女の同権機会の均等、教育を通じての女性の地位の向上、女性なる存在の社会的存在としての価値の商用と道徳的責任主体の確立をウルストンクラフトは主張した。当時としてはあまりにも先進的な展望であり、 視聴であった。ありがとうございます。